今押してみてください。あ、はい、ありがとうございます。手を下ろしていただいて大丈夫です。では、本日が機械学習のテーマですので、なんか仕事とかで機械学習をすでに扱ってるって方がいらっしゃいました。先ほどの挙手のボタンを押していただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。押していただいて結構です。YouTube で見ている方に連絡です。この部屋のハッシュタグは PyConJP アンダーバー5です。感想や気づきなど、ぜひハッシュタグをつけてツイートしてみてください。はい、それでは3分前になりましたので、これから、渋井祐介さんの発表を始めます。タイトルは、Python で作る機械学習システムパターンです。発表時間は、質疑を含めて45分です。発表前に、マイクテストを兼ねてスピーカーに読み上げ事項を読み上げていただきます。あ、じゃあすみません。もうこれでカメラをオンにしていただいて結構です。画面共有をお願いいたします。ビデオの開始でよいですかね。あ、はい。じゃあ読み上げ事項をお願いいたします。私の名前は渋井祐介です。発表のタイトルは機械学、Python で始める、Python で作る機械学習システムパターンです。発表資料は日本語です。発表説明も日本語です。で、発表資料は公開します。本発表中の写真撮影に同意します。PyConJP の行動規範に同意します。はい、ありがとうございます。画面共有。よいしょ。ありがとうございます。共有できてますかね。はい。じゃあ、ちょっと時間ぴったりになったら始めたいと思います。はい。
はい、それでは、渋井祐介さんを拍手でお迎えください。よろしくお願いします。渋井と申します。発表お願いします。はい、はい、で本日は Python で作る機械学習のシステムという話をさせていただきます。45分間多分フルフルで話すと思うので、何か質問ありましたら Slack 答えられないものについては Slack に書いていただければ大丈夫です。はい、でまずは自己紹介させてください。渋井と申します。機械学習やインフラのエンジニアをしておりまして、最近は AR や Edge AI といった UX 側もいろいろと遊んでたりします。もともとはクラウドの基盤開発や運用をやってたんですけど、ここ4年くらい MLOps っていうので機械学習のモデル以外の部分、システム開発であるとかその運用であるとかっていうのをなりわいにしております。で私と飼い猫の写真を物体検知するとこんな感じでして、犬っぽい猫とゴリラっぽい人間らしいです。で今日話す内容なんですけど、機械学習のシステムを作るっていうことについて、アーキテクチャや実装例を説明します。主に私が、4年くらいMLOps やシステム開発に携わってきて、成功したこと失敗したことをもとに話していきたいと思います。でターゲットオーディエンスとしましては、これから機械学習のシステム開発や運用を始めようっていうエンジニアの方であるとか、モデルは作れるけどどうやってシステム本番システムに組むのかっていうことに悩んでいる機械学習エンジニアの方をターゲットとしております。で今日話す内容なんですけど、現職で機械学習システムデザインパターンっていうのをドキュメントとして公開しまして、こちらの上の GitHub なんですけど、こちらで作ったものをより Python でどういうふうに作るのかっていうことをメインに話していきたいと思います。で実際に作ってみたものっていうのが真ん中 の GitHub の方で作っておりますので、もし興味あったらご覧ください。でアジェンダとしてはこちらの通りで、サクサクと進んでいきたいと思います。で機械学習のシステムって話をさせてください。で機械学習 AI ディープラーニングとも言われると思うんですけど、いわゆる機械学習とか AI って使う側や作る側から見ていろいろな視点から見れると思うんですね。AI ってもう世の中いろんなところで使われてるもんですけど、使う側から見たら多分、スマホであるとか、何でしょう、パソコンであるとか、もしかしたら店頭の監視カメラかもしれませんけど、その辺で撮った写真っていうのが自動的に犬とか猫とか人間とかいうふうに判別できる。人間と同じように画像やテキストを処理できるっていうのが AI っていうふうに呼ばれてるかもしれません。その一方で、そのモデルを作るっていう側、ML エンジニアの側から見た機械学習っていうのって、おそらくデータセットが大量にあって、もしくはないからそのデータセットを作って、で、そのデータをもとにディープラーニングなり、サポートベクターマシンなりを学習して、犬、猫で評価 99.99% みたいなデータセットとモデルと評価っていうのが多分 ML エンジニアから見た機械学習だと思います。その一方でシステムとしてメールを組み込む側、 MLOps をやる側からしたら機械学習そのものっていうのは意外とウェイトが少なくて、その機械学習を動かすためのインフラであるとかモニタリングツールであるとかコンフィギュレーションっていうのが ML システムと呼ばれるものになると思います。で機械学習っていうものがどういうふうに本番のシステムに組み込まれているのかっていう話をさせてください。例えばスマホで何らかのコンテンツを登録するアプリがあるとします。特定のアプリってわけではないんですけど、何か写真撮ってその説明文撮って登録するっていうアプリっていろんなところに存在すると思うんですけど、ツイッターでもそうですし、メルカリっていうサービスでもそうですし、いろいろあると思うんですけど、デザインって多分こんな感じで、写真を撮る部分とタイトル入力する部分、そして登録するボタン、上下するとしても、こういった構成になっていると思いますと。でそれぞれ のインターフェース、写真を撮る部分であるとかタイトル入力する部分、ボタンを押すっていうところの後ろ側で機械学習が動いている。画像処理であったり、自然言語処理であったり、登録するものに対する違反検知であったりっていうのが動いているものだと思います。でこういった仕組み、スマホやパソコンの画面があって、その後ろで機械学習 のシステムが動いている、推論機が動いているのって、最低限必要なのって多分この2つなんですよね。画面
としてのユーザーインターフェース。で、そのインターフェースの、あの仕組みから後ろにある推論機の REST API にデータを送って、で、推論機が推論した結果をユーザーインターフェースの画面の方に返す。あの機械学習のシステムを最低限で作ろうとすると多分こうなります。ただ、これをより複雑というか、あの推論機のモデルってあのデータが変わっていったらそれに応じて改善していくっていうのが発生すると思うので、多分そこが MLOps っていう仕事 の, あの、仕組み の, あの作業になると思います。で、そのシステムを作ろうとすると多分こんな感じになると思います。必要最低限なあのインターフェースと推論機の後ろ側で入ってきたデータをログやストレージに貯めていってそれを評価する、もしくは取ってきたデータをもとにあのモデルを再学習する、で学習したものをあの出力結果をモデル管理のためのレポジトリに入れるであるとか、推論機のためのコード管理、まあ、GitHub ですねをあの、用意しておくであるとか、もしくは推論機を Docker イメージとして Docker としてこあの作るのであれば、その Docker のイメージ管理、あのレジストリーが必要になると。で、あの運用監視システムっていうのが存在するみたいなものが、多分機械学習で DevOps を回す、MLOps を回すときに必要なシステム の, あの構成になると思います。で、あのこういうふうに話していって、じゃ あ, あの本当にどういうシステムが組み込まれていくのかっていうのをあの考えて、それをパターン化していきたいと思います。で、機械学習を本番のシステムに組み込むっていうとき、例えば何かのコンテンツを登録するアプリがあるとして、で、そのコンテンツ登録したものって多分、うん、あの、一番右側のように、あの、その登録したコンテンツを検索するっていうコードも入ると思います。というわけで、コンテンツ登録とその検索っていう、あの、必要最低限な、あの、アプリがあるとして、その後ろでどういう機械学習の仕組みが、まあ、動かせるかなっていう話です。例えば写真を撮るっていうときに、撮った写真に対して、あのブレとかあの、まあ、写真の解像度を上げたいっていうときに超解像って使えますよねと。で、超解像であの、撮った写真をあのより良くして、であの検索画面であの綺麗な画像を出すっていうことって多分機械学習 の, あの使い方の一つだと思います。もしくはあの画像やテキストをもとに入力補助を行う、これも機械学習 の, あの使い方の一つだと思います。で、登録するってなったときに、あの、登録する、あの、コンテンツや表現っていうのが違法であるとか、倫理的に NG じゃないかっていうものを、あの、検知する、違反検知っていうのも存在するかなと思います。で、まあ、登録するっていう部分から、こういったいくつかの機械学習が動いて、で、その一方で検索っていう画面では、あの、猫って検索して、それに対して、あの、本当に、あの、ユーザーが求めてるように、ランク、つけて並び替えっていうのもあの機械学習の人だと思うので、ランク学習と並び替えっていうのもあの使い道かなと。で、あの機械学習をあの本番アプリに組み込むってこういったあの、仕組みが走ると思うんですけど、その中で考えなきゃいけないことって多分、うん、学習と推論と評価をどういうふうに組み込むかだと思っております。で、学習については、まあ、モデルを作ることについては、あの、いろいろとできると思うんですけど、あの、データが変わっていく、もしくはアルゴリズムが新しいものが出てきたっていうときに、学習をいつ再学習するのかっていうのが、あの、考えるべきの一つだと思います。例えば、超解像って、あの、データが溜まってきたから再学習するっていうよりも、新しいアルゴリズムが出てきた、新しい論文が出てきた、新しい実装が出てきたっていう時に、あの、それを試すために再学習するんじゃないかなと。つまり、あの、新しい手法が出てきた時に出すので、不定期な学習なんじゃないかなと思います。その一方で、違反検知、一番下ですね。あの、違反検知って、ほぼ定期的に学習しなきゃいけないと思っております。というのも、こういったユーザーが使う、あの、コンテンツ登録アプリの場合って、違反の行動ってどんどん変わっていくんですよね。あの、いたちごっこになるので、そのいたちごっこに追随するために定期的な学習っていうのが必要になると思います。その一方で入力補助。この部分って学習はしないけど、あの、言葉の辞書があると思うんですけど、その言葉の辞書の更新っていうのが走ると思います。例えば、あの、鬼滅の刃っていうあの漫画あると思うんですけど、まあ、ここ数年流行ってますけど、鬼滅の刃が出る前って、鬼滅って言葉を入力されることってほとんどなかったと思うんですよ。
それが鬼滅の刃ヒットしたおかげで、鬼滅って入れたら鬼滅ぼすって入れて、さらにはその後ろに刃の刃っていう風に入れるみたいな、単語に対する辞書っていうのが更新が必要になるっていうので、学習であるとかモデルを改善するっていう時って、こういったライフサイクルをたどるんじゃないかなと思います。または推論、はい、で推論についてもすぐ推論結果を返すのか、それとも推論結果すぐ返さなくても良いのかっていうのがあると思います。超解像の場合って写真撮ってから写真撮った人に超解像したものをすぐ見せる必要があるのかっていうと、必ずしもそうじゃないと思っていて、用途次第と思うんですけど、見る側、検索する側に綺麗な画質のものを見せたいっていうのが多分狙いだと思うので、登録するから検索までの間の、数分や数十秒の時間中に推論ができれば良いと。つまり非同期に推論っていうのは実行することができる、もしくはバッチ処理で推論することができるっていうのが超解像のライフサイクルになると思います。その一方で、入力補助については、入力している瞬間に推論結果を返さなきゃいけないので、方法はリアルタイムにやる必要があると。でその場合ってウェブソケットでつなぐっていう場合もあれば、 AI でスマホの中で推論しちゃうっていう時もあると思います。で、一番右の検索の時については、やっぱり検索に対してランキングして並び替えた結果っていうのはすぐ返さなきゃいけないと思うんですけど、こっちの場合は多分キャッシュが効くと思います。猫っていうものに対する並び替えって、何でしょう、1分2分ですぐ変わるかっていうと、そうでもないものもあると思うので、1時間分ぐらいキャッシュしておくとか、そういったことも可能だと思っております。というわけで、推論ってただ言っただけでも、いろんなライフサイクルがあるって話です。で最後の色と評価、モデル複数作ったら多分 AB テストしてどっちが良いのかっていうのを本番システムで競わせるってことをやると思います。でそうしたときに、こういったアプリでの、AB テストが難しいので、撮った写真の何でしょう、紹介図の結果であるとか入力補助の結果で必ずしもその画面でその評価が出るとは限らない。例えば紹介像なんて検索の時に本当に良くなってるのかっていうのって、検索した側の行動から紐づけなきゃいけないと思うので、 AB テストっていうのも推論を走らせるタイミングと、その結果としてどういう改善があったのかなかったのかっていうログっていうのは、違う画面から取ってきて紐づけなきゃいけないっていうのがあると思います。というわけで、学習や推論やログ評価っていうものって、機械学習のシステムを作っていくと、重要なところなんですけど、いろんなことを考えなきゃいけないっていう話です。でその辺について機械Python で作ってみようというところを話していきたいと思います。で流れとしては、モデルを作る部分、リリースする部分、システムを作る、そして品質維持するって話をさせてください。でまずはモデルを作る。いきなりアンチパターンから入ってるんですけど、モデル作るときって、多分一番最初にやるのって Jupyter ノートブック立ち上げて、その中でいろいろと試行錯誤する、検証していくっていうフローだと思います。で私も実際そうやります。で Jupyter ノートブックでモデル作っていくっていうのって、すごい開発する側からしたらやりやすいですし、いろいろと検証しやすいっていうので私も好きなんですけど、ただ課題になるのって、コードがどういうふうに動いてきたのかがわからない。上から下に流すだけじゃなくて、上に戻ったり下に行ったりっていうことができるので、その結果として出てきた Jupyter の、ノートブックを見たとしても、実行した人以外はよくわからないっていうことって、あると思うんですね。で、それなんとか解読したとしても、多分もう一つ課題になるのが、推論モデルのインターフェース、どういったデータが入ってどういった出力があるのかって、トレーニングコードの中で実は書かれてないことってあるんですよ。特に入力の型で何倍に変換してそのままデフォルトのフロート16になってるとかで書かれてないと気づかないってことあると思うので、そういったインターフェースであるとか、どういったデータが入ってきたのかっていうのが難しいところだと思います。
で、こういった課題がある中で、ML のプラットフォームって最近いろいろ出てきてると思います。キューブフローであったり、セージメーカーだったり、ML フローだったり、プロジェクトだったり。で、それらって、大体同じ、同じ作りというか、同じものを実現化しようとしていて、左側 の学習パイプラインを実現するっていうのが、キューブフローパイプラインであるとか、セージメーカーのパイプラインであるとかでやってることだと思ってます。要は、学習の流れって、有効巡回グラフ、一方通行に流れていく、ステップバイステップのワークフローとして作れるんですね。データを取得して、パラメータチューニングして、前処理して、学習して、評価して、ビルドする。これって、一方通行に流していけば、必ず、同じように流れていくっていうことが作れると思うので、その学習パイプラインを定義するっていうのが、まあ、最近できている、ML プラットフォームの、大まかな仕組みだと思っています。で、それらについて、インプットとアウトプット、まあ、データを持ってくるっていうところと、メタデータとして、どういった型のデータを入力にしたのかであるとか、どういったモデルが作られたのかっていうのを、レポジトリに取っておくっていうのが、最近の学習パイプラインの仕組み、大まかな仕組みだと思っております。で、実際に、DVC であるとか、Kubeflow、TFX や、まあ、いろんな、ML パイプライン試してみたんですけど、大体やり方違うけど、やってることは同じです。まあ、DVC の場合は、各ステップ の結果っていうのを GitHub の方に連携入れていくっていう形になりますし、Kubeflow や TFX、まあ、Google の ML メタデータっていうのが裏側にあるんですけど、これの場合はメタデータストアっていうものを介して、Postgre なり MySQL なりに入れていくっていう形になっています。で、まあ、何が言いたいのかっていうと、パイプラインとして上から下に流れていくものを作る。で、そのアウトプットを記録していくっていうことについては、プレクション、ML フロー、メタフロー、セージメーカー、大体似たような構成をとってますので、学習のパイプラインを作るっていうときは、Jupyter にもこういったところを組み込めるので、この流れで作っていくと、大体はうまくいくと思ってます。で、このパイプライン作れば何が嬉しいのかって、まあ、必ず一方通行に流れるパイプライン作れると思うので、まあ、クーロンジョブなりに登録しておいて定期学習ができるっていうところだと思ってますと。で、こういうふうにしてモデルを作ることができるといったときに、その作ったモデルをどういうふうにリリースするのかっていう話をここからさせていただきます。で、作ったモデルのリリースの難しいところって、で学習環境と推論環境ってだいぶ違うっていうところで、そこを抽出しなきゃいけないっていうのが難しいところだと思ってます。要は学習するときって、まあ、Jupyter で書いてって、バッチ学習用のライブラリ、PyTorch や TensorFlow、Keras やもろもろを使って、で、インフラとして GPU を使うと。一方で、推論環境って、で、まあ、Jupyter 使わずに、Python だったら Python ですし、やろうとすれば Java でも GoLang でも書けたりするんですけど、その辺を、まあ、使いますと。で、推論用のライブラリっていうのも、実は、学習用の PyTorch や TensorFlow ってそのまま使わないってことが多いんですよね。もちろん PyTorch や TensorFlow で推論プレディクトですることもできますけど、安定して動かすんであれば Onyx ランタイムサーバーであるとか TF サービスを使った方がパフォーマンス出ますというわけで、ライブラリーがそもそも違うっていうのと、推論機としては外からアクセスされるため の外部インターフェースが必要、そしてログを取ってモニタリングツールが必要っていうふうになると思いますと。というわけで、学習環境と推論環境って、すいません。ちょっと飼い猫がなんかじゃれてきてるんで、すいません。はい。推論環境と学習環境って、まあ、共通する部分って意外と少なかったりするっていう話です。モデルファイルであるとか、前処理は Python でやるってこと多いと思うので、スケーラーであるとか、あと、入出力のデータの型。ここさえ合わせておけば、推論作るときは全く別の環境で作るっていうのがよくあると思います。で、アンチパターンとしては、ライブラリのバージョンが合ってないっていうところだと思います。ライブラリに違うものを使うって言いましたけど、共通するものについては合わせた方が良いです。例えば SKLearn。SKLearn のアウトプットをピックルにして、
学習の時にピックルにして、で推論関係でそれをロードするってやると思うんですけど、例えばあの SKLearn 0.21.0 で学習して、で推論関係を 0.23.0 にしちゃったっていう時ってピックルロードできないってことはあると思うんですよね。あの私この間違い多分5回ぐらいやってます。でなんで動かないんだよって調べてって、あ SKLearn 違うじゃんっていうことはあるんですけど、あのロードできないんだったらすぐ気づくからいいんですけど、あのライブラリによってはロードはできるけど結果は違う、定数が違ってて結果が違うみたいなことあるので、あの可能な限りライブラリのバージョンというのを合わせた方が良いと思っております。で、モデルってどういうふうに配布するのって話です。あの本番システムを Docker で動かしてるっていうのってあの、まあ、多いと思うので、あの今日は基本的に Docker の話させてください。で、あの Docker であのモデルを動かすときにあのやり方って多分2つ大きく2つあると思ってて、モデル含めて推論機作っちゃうっていうのと、あのモデルは推論機を動かすときにダウンロードしてあの組み込むっていうもの、この2つだと思います。で、あのモデル含めて推論機 Docker イメージの中に入れちゃうっていうのは、あのまあモデル作った後にあの Docker ビルドを走らせて、で作ったモデルをコピーして入れて、であの Docker イメージとしてあの用意するっていう流れだと思います。でこれやってあの利点としてはバージョンの不一致を避けられる、あの、リクエアメントのところを毎回書くことができるので、毎回変更することができるので、あの、ライブラリのバージョン不一致っていうものを避けることができると。その一方で Docker のイメージサイズっていうのはあのモデルの分大きくなるので、あの Docker アップルの時間があのちょっと遅くなります。でそこがボトルネックになるっていうのが、あのこのモデルを組み込んだ場合の難点。その一方で、あのモデルをあの、推論機立ち上げるときにロードする、ダウンロードするっていうパターンの場合は、あの汎用的なベースイメージを作っておけば、あの複数のモデルを同じイメージで動かすことができるので、あのリソース的にも楽になるし、スケーラブルになります。その一方で、あのベースイメージのライブラリのバージョンをあの学習する側で把握してないと、あのモデルのバージョンと合わなくなって動かないってことありえるので、ここだけは注意。で、Docker プルであるとか、ランするごとにモデルファイルダウンロードしなきゃいけないので、その部分がちょっとあのボトルネックになるっていうのが、このモデルをダウンロードするパターンです。で、書き方としては、これは Docker ファイルであるとか、Kubernetes のマニフェストの書き方なんですけど、モデルを含める場合は、もう Docker ファイルの中で、下の、真ん中の下のところのように、コピーしちゃうっていうやり方で動くはずです。その一方で、モデルをダウンロードするっていう場合は、例えば Kubernetes の場合は、init コンテナっていう、コンテナ立ち上げるときに一番最初に、事前にやっておくコンテナっていうのが作れるので、ここで、モデルのパスを指定していてダウンロードしておくってことが可能になってます。というわけで、モデルを作りました。で、これをリリースするために Docker イメージ作る、もしくは、リリースする手段を用意するってことがこれでできると思うんですけど、じゃあその推論機っていうふうにっていうものをどういうふうに作るのかっていう話をさせてください。でシステムを作る話です。で、モデルの推論機を作る一番簡単な方法って多分、Web API として作るだと思っていて、例えばフラスクであるとか、Fast API。を立ち上げて、その中に SKLearn なりのクラシファイアを入れておくっていうやり方で作れると思います。でこのやり方であれば一回作っちゃえばそのままテンプレート化して配布応用可能なのですごい簡単ですし、多分一番シンプルなやり方だと思います。でML っていうよりも Web API の作り方の話なんですけど、Flask なり Fast API なりで立ち上げるときに、Gnucon なり WebSG でプロセスワーカー数を複数立ち上げられるようにしておくっていうぐらいです。で、作り方としてはこんな感じで、これ Fast API で試したかったので、私 Fast API 試してみたんですけど、まあ、書き方としては大体こんな感じになると思います。一番左がFast API のアプリケーションを立ち上げてって、で、スラプレディクトっていうエンドポイントを作ってますと。
で真ん中のところでそのエンドポイントのゲットやポストの定義、まあ、API の定義ですね、ベストの定義ですね、を作ってます。で、一番左、一番右のところでクラシファイヤーとして、Onyx Runtime 使ってるんですけど、モデルをロードして、で、プリディクト関数を呼び出したら、プリディクトしてくれるっていう仕組みになってます。でここでちょっと工夫しているのが、すらプリディクトでゲットすると、コンテナの中に入れといたテストデータで推論して、その推論結果を得られるようにしておくっていうところです。これ、トラブルシューティングとかの時に、便利でして、中身のクラシファイアがバグってるのか、それともエンドポイントへのアクセスがバグってるのかって、ポストするときにデータがバグってるのかであるとか、その辺、切り分けしなきゃいけないので、だったら中でゲットしたらこれが返ってくるっていうのを作っておくと、少なくともクラシファイアは動いてるなとか、動いてないなっていうのが分かると思います。あとは入力の型ですね。入ってくるのがちゃんとフロート32として入ってくるようにっていうのを明示するっていうところがあります。で、インターフェースの話なんですけど、これ、私100回ぐらいやってる間違いなんですけど、モデルをフロート32で学習してたけど、推論機フロート16にしちゃってて、なんか結果がおかしいなっていう話。で、まあ、型だけではなく入ってくるデータの形、最初に、次元があって、ウィスとハイスがあるのか、それともウィスとハイスがあった次元があるのかみたいになって、TensorFlow とか PyTorch 使ってるとどっちかどっちかかなってよくあることだと思うんですけど、その辺ちゃんと明示して、クライアント側と共有する仕組みがないと、まあ、難しいですよねっていう、でそこちゃんと注意しましょうねっていう話です。でここまでは同期的に Web API として推論するって話しましたけど、別に同期的に推論するだけとは限らない。クライアントからリクエストだけ送っておいて、結果はまた別のところで使うっていう時ってあると思います。で、その場合って、クライアントと推論機の間に多分メッセージングキューなり、Apache Kafka や RabbitMQ を置くっていう構成になると思います。クライアントの方からデータを延期していって、で、スリーロン機の方でそのデータを、まあ、ループでポーリングして、デキューして、スリーロン結果をメッセージング返すなり、どっか他 の, ログデータベースに返すなりっていうやり方です。で、まあ、非同期 の, パターンって、パブサブ使うなり、なんなりっていろいろやり方あると思うんですけど、非同期が必要なのって多分ディープラーニングであるとか、ユーザーを待たせたくないような用途の時って、これ、役に立ったりします。一つの推論時間が、例えば、1000ミリセック。まあ、1秒かかる場合って、その1秒の間にユーザーって離脱したりするので、それを待たせないために非同期にしちゃって、ユーザーを他の操作できるようにしておくっていう時に使えます。で、モデル作って、推論機として立ち上げられるようにしましたと。で、そうした時の多分アンチパターンって、すべてのモデル、複雑なモデル作って、そのすべてのモデルを1つの Docker コンテナの中に入れるっていうものだと思います。TensorFlow でイメージクラシフィケーション作って、Onyx Runtime で NLP 作って、SKLearn でテーブルデータの推論機作って、それらをマルチモーダルとして作るみたいなのって、まあ、モデル作る側としたら楽しくできるんですけど、最終的に全部一つのコンテナの中に入れちゃうと、Docker イメージが10ギガとかなって、まあ、CPU32 コア、メモリー64ギガ必要になって、システム運用する側からしたら、めんどくさいし、パフォーマンスのボトルネックになる、障害対応難しいっていうものが出来上がると思います。ただ、モデルとしてはこれで成り立つってことあると思うので、それをどういうふうに分割するかって話をさせてください。で、推論機の分割の仕方、ある程度複雑になってきた時の分割の仕方っていくつかあると思うんですけど、一番シンプルなのが、前処理と推論を分けるっていうやり方だと思います。前処理を SKLearn で書くっていうことってよくあると思うんですよね。で、推論機は TensorFlow になってるっていうの。で、その場合って、前処理 SKLearn で書いておいて、で、推論を TensorFlow の TensorFlow サービングで動かす。要は、前処理を Python の処理系で動かしておいて、TensorFlow
の場合部分だけ×にするっていうことって、まあよくやるし、実際 TensorFlow のモデル動かすときは TF サーブに見ちゃった方が安定するんですけど、こういった構成の場合は別出しにしちゃって、それぞれのコンテナを用意しておくっていう形になると思います。で、PyTorch についてもやっぱり同じで、Onyx で推論するっていうときあると思うんですけど、意外とランタイムサーバーって安定するので、やるんだったら PyTorch も Onyx ランタイムサーバーで動かした方が良かったりします。で、前処理と推論を分けるって話をしたんですけど、作り方としては大体こんな感じになると思います。やっぱりファスト API で、ちょっと端折りながら書いていってるんですけど、さっきの、Web API の時との違いは一番右側だけで、プレディクトの中で、入ってきたデータ、まあ、イメージ、ピルのイメージを、前処理して、で真ん中のところで GRPC で TensorFlow サービスにアクセスしてその結果をプレディクションとして返すということをやってます。書き方としてはまあこれだけで済むので、TensorFlow サービス使ったことないという方も意外とすぐ簡単に作れます。で、他の分け方の話、例えば推論機が複数ある、で一つの目的に対して複数の推論をかけたいという場合ですね、その場合、それぞれの推論機をマイクロサービスとして動かすって形になると思います。で、マイクロサービスにしちゃうことによって、各モデルの更新って別々のタイミングでやると思うんですけど、モデル A の更新はモデル A だけ止めればいいっていうことができますと。ただ、機械学習でマイクロサービスにする、一つの入力に対してマイクロサービス複数立ち上げるときの難しさって、推論結果に対してロジックを持たせたいってことがあると思うんです。はい、例えば犬、例えば何でしょう、動物の分類で犬っていうものの推論はウェブシングル A が得意だけど、猫の分類はウェブシングル B が得意みたいな、向き不向きが出てくるようなモデルってあり得ると思うんですけど、そうしたときに、犬って書いてきたら、ウェブシングル A の結果を返すとか、猫の場合はウェブシングル B の結果を返すとか、そういったロジックが必要になることってあると思いますと。で、そうしたときって、プロキシを間に挟んで、そのプロキシで集約するっていうロジックを書かせるっていうのは、多分、やり方になると思います。マイクロサービスパターンっていうのがあるんですけど、マイクロサービスパターンの API コンポジットパターンみたいに、外から見たら全て集約されしてくれるプロキシがあるっていう仕組みです。で、もうちょっと違うパターンとしては、推論のタイミングを変えたいってこともあると思います。ディープラーニングが遅いけど、もう一つのSKLearnのモデルはすごく速い。SKLearnの場合10ミリセックでレスポンス返せるけど、ディープラーニングの場合1ミリセカンドかかる、1秒かかるっていう場合って、まあ、モデルの作りとしてはこういうことってあり得ると思うんですけど、1秒待たせることによってユーザーが離脱するっていうのを発生させるくらいだったら SKLearnで先に返しちゃって、ディープラーニングの結果は後でポーリングして取ってくるっていうこともあり得ると思います。で、そうしたロジックを持たせたい場合もやっぱりプロキシ自作して間に挟むっていうことをやっておけば、そのプロキシの部分で抽象化してくれるするってことが可能です。で、例えば Python でそのプロキシの部分を書くとしたら多分こんな感じかなというのがこちらです。例によって Fast API で動かしちゃってるんですけど、いろいろ試したかったんで、はい、動かしちゃってるんですけど、プロキシの中では真ん中の通りで AIOHTTP でクライアントを作っておいて、そのクライアントがアクセス先を決めるってことをやってます。で、アクセス先の決め方なんですけど、リダイレクトマップっていうディクトを作っておいて、そこで統一するってことをやってます。で、リダイレクトマップは外から渡せるようにしておいた方がいろいろと便利なので、例えば環境変数で JSONみたいなものを食わせて、それでコントロールするってことが可能です。で、リダイレクトマップ、まあ、アクセス先の書き方としては多分こんな感じ。まあ、Kubernetes の、ディプロイメントのマニフェストなんですけど、本来は、一番、右下の部分で、まあ、JSON-like に無理やり書いちゃってるんですけど、ResNet へのアクセスだけ非同期にするっていうことを書いてます。
で、まあ、本来であればこの部分ってコンフィグマップに変えた方がいいんですけども、まあ、分かりやすさ重視でここはデプロイメントの環境変数に無理やり突っ込んでます。で、いろいろなモデルを本番環境で動かせるようになりましたと。動かし始める とこのモデルを推論機作っていくのって意外と楽しいんですよね。頑張って作ったモデルが世の中に動いてるっていうの意外と楽しいんですけど、そうした時に発生するアンチパターンってよくわからない API が愛が存在して誰も覚えてないみたいな。で、歴史的にシステムが複雑になっていくっていうのはどんなシステムでもそうだと思うんですけど、 ML の場合のペインポイントは作ったモデルがどうどっから来たモデルなのかわからない。すごい昔すぎて学習データも残ってなければ学習コードの Jupyter で動かし方がわからないってことってままあると思うんですけど、そういったものが発生しちゃってるものにはしてについてはしょうがないにしても今後発生させないためにっていうので最後品質保持の話をさせていただきます。で、機械学習システムの品質で、機械学習の品質、まあマシンラーニングクオリティアシュアランスっていうものについては、何でしょう、ググればすごいたくさん論文なりブログなり出てくるんですけど、機械学習のシステムの品質、マシンラーニングシステムクオリティアシュアランスって、ググってもほとんど出てこないんですよね。ただ、機械学習を本番適用していくっていうときには、ちゃんと品質を考えた方がいい。で、その品質っていうのは、機械学習のモデルの品質だけではないっていう話です。で、多分、機械学習のシステムとしての品質って3つのカテゴリーがあると思ってて、推論モデルそのもの、推論モデルを動かしているシステム、運用体制の3つだと思います。で、それぞれに小さいカテゴリーがあるんですけど、モデル自体のパフォーマンスっていうのは、まあ、テストデータに対する評価っていうのは、モデル作っては必ずやると思います。ただ、作ったモデルがロバストなのかどうかっていうのもやっぱり評価ポイントだと思ってて、ウェブの世界であるとか、物理的な工場であるとかで機械学習やってると、データってどんどん変わっていくと思います。で、変わっていったデータについてどれだけロバストに対応できるのか、もしくは対応できないのかっていうところも評価ポイント。で、その、ロバストなところ、ロバストじゃない場合の対応っていうのは、多分システムを作る側の、腕の見せ所の一つだと思うんですけど、2番目の、システムの場合、インターフェースのことについては、まあ、以前から話しているので飛ばすとして、推論や可能可用性、そして例外処理っていうのも必要だなと。例えば 99.99% のアキュラシーで推論できるモデルがあるとしても、その推論に5秒かかるとかだったりすると、まあ、そのまま同期的に返してたらユーザー離脱しますよねと。で、そこに対して推論スピードをちゃんと許容時間内にするであるとか、エラー率、推論例えば 1%エラーしか返ってこない場合って、その 1% 分、損しているので、そういったシステムとしての可用性であるとか、エラーの場合にユーザーエクスペリエンスを悪くしない、最低限これを返すっていうような例外処理っていうのが必要になると思います。で、最後に運用体制と、まあ運用体制なんですけど、作ったモデルを再現可能にするっていうことと、リリースしたも推論機がうまくいかないようであればロールバックする、そして維持可能な運用体制を敷くということだと思います。で、この辺のシステムの品質については多分話してたら2時間くらい余裕で話せるので、今日は負荷テストと AB テストの話だけに絞りたいと思います。で、機械学習のシステムの負荷テスト、まずモデル作ってそれ推論かけるときにやってみたいのってプロファイルを取ることだと思います。入力して前処理して推論して後処理して出力する、その間にどの部分にどのステップにどのくらいの時間かかっているのかっていうのをプロファイルで測るっていうことをやるべきかなと。で、大体の機械学習の仕組みって90% くらい推論で時間食ってるってことがあると思います。実際推論が一番時間食います。で、その部分って推論の部分って実は改善しづらいっていうのがあって、ML エンジニアが頑張って作ったモデルが本当に too big でない限りは、そのモデルって変更しづらいんですよね。作ったモデル作るのにもやっぱり時間かかるんで。ですので、モデルを変更せずに改善していく、もしくは可用性を上げるっていうのが必要になるかなと。ただしディープラーニングだけは多分別だと思ってます。
というのもディープラーニング の学習って最近だとほとんどが転移学習やってると思うんですけど、転移学習できるってことはすでにモデルがあるってことで、学習前のモデルで負荷テストぐらいはできるし、その時点で遅延が許容範囲かどうかっていうのは分かると思うので、その点は最初にやっていくと良いかなと思います。で、負荷テスト、まあ、外部から連続してリクエストを送るっていうのが、まあ、負荷テストのシステムに対する負荷テストのやり方の一つだと思うんですけど、非構造化データ、画像やテキストの場合って、まあ、複数のランダムなサイズのデータを入力にしてテストをやった方がいいと思います。あと推論って大抵 CPU バウンドだと思うので、その CPU 利用率が上がらない、負荷はかかってて遅くなってるね、 CPU 利用率が上がらない場合は、例えばグニコーのワーカー数を増やすであるとかっていうのが対応策になるかなと。で、まあ、早くしたいから推論用の GPU 使うっていう手もあると思いますけど、これはコスト効果次第だと思います。で、負荷テストのツールとしてはローカストっていうのが意外と便利です。Python 純正のツールなんですけど、こちら Python でシナリオを書いて、こういう順番で負荷テストやってくださいっていうのを実行できるので、やってみるとすごい便利なツールです。で、ウェブ画面用意されているので、その中で負荷を増やしたり減らしたりっていうことをやって、実際のレイテンシーを測るってことが可能です。で、やってみました。同一リソースで 20rps で負荷をかけるっていうことをやってます。で、PyTorch をベースにした ResNet50 の Onyx のモデルを用意してまして、この Onyx のモデルを Onyx ランタイムで動かすと。で、構成としては一つ目がグニコーンプラスフラスク、その中で Onyx ランタイム、二つ目がグニコーンプラスファスト API、 その中で Onyx ランタイム、で、3つ目がグニコーンプラスファスト API と、推論はX ランタイムサーバーを別出しにしてますと。という3つの構成でやってます。使っている CPU とメモリは同じです。で、やってみた結果、すごい明確だったのが、X ランタイムサーバーすごい安定するなと。いまだにベータ版らしいですけど、Onyx のモデル動かすんだったら、Onyx ランタイムサーバーでやっちゃった方が、まあ、いいんじゃないかなというふうにやってみて思った次第です。最後に AB テストの話ですと。で、機械学習のモデル、まあ、推論機を、AB テストするときって、シャドウでやる場合とオンラインでやる場合、シャドウでやる場合は推論の結果をレスポンスしないっていうやり方になると思うんですけど、シャドウでやる場合とオンラインでやる場合で目的違うと思います。で、シャドウでやる場合って多分推論結果はあまり意味なくって、レイテンシーや負荷耐性を測るためにやると思います。推論結果自体は後でデータ持ってきてバッチで処理した方が早いし、分かりやすいので、それそうするにしても、レイテンシー今まで使ってたモデルが100ミリセックで返しているのに、新しく入れたものが実は1ミリセックかかるとか、もしくは10ミリセックに改善されるとかって、で、ユーザーを待たせないっていうのが、例えばウェブのシステム の, 必要なコンポーネントの一つだと、要素の一つだと思うので、シャドウ AB テストの時にレイテンシーも測っておく、まあ、負荷テストの一環としてやるっていうのもありだと思ってます。で、オンラインでやる場合、まあ、オンラインでやる場合は、もう効果検証だと思ってます。グループ A と B に分けて、グループ A の場合は A のモデル、グループ B の場合は B のモデルっていうふうに、アクセスさせるっていうのが、AB ローナイでやる場合かなと。で、一つ重要なのが、AB テスト期間決めておいた方がいいってことで、AB テストやってて、で、1ヶ月間取らなきゃいけないっていうので、1ヶ月後に覚えてるかっていうと、覚えてないことってあるんですよね。というわけで、ちゃんと期間を決めて AB テストやりましょうっていうことですと。で、中のプロキシー、間のプロキシーで、その AB テストの実行、不実行っていうのをコントロールできると意外と便利です。途中でプロキシーの、プロキシーでレダイレクトマップでコントロールして話しましたけど、そこを同じ要領で環境変数でグループ A はグループ A、グループ A はサービス A、グループ B はサービス B っていうふうにやっておくと、
とすぐエビテスト始められるので、この辺作ってみると便利だったりします。というわけで、すいません、45分間フルフルに話しちゃいましたけど、まとめに入ります。機械学習のシステムを作るっていうので、エンドツーエンドでこういうふうに作っていくっていう話をしました。で、本番導入にあたっていろいろと機械学習って注意しなきゃいけない点ってあると思うんですけど、使うことによって絶大な効果を発揮できるっていうこともままあると思うので、ぜひモデル作るから本番稼働させるっていうところを試してみてください。その架け橋になっていて、いる講演になってたら幸いです。以上です。ありがとうございました。はい、発表ありがとうございました。ちょっと時間の方が過ぎてしまったので質疑の時間はないけないんですけども、最後にスピーカーの方、何か言い残したことがもしあればお願いいたします。ありがとうございます。すいません、時間質疑の時間取られず、スラックの方で渋いを呼んでいただければ、そこで質問あるいは回答しますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。以上で、投稿を終了させていただきます。発表者の方に大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。